の声を届けます。イナルナのスピリットガイドチャネリング、この番組は第5週目の水曜日にお届けする番組です。皆さんこんばんは。今日で10回目になります。魔女メゾン所属の占い師セミコンシャスチャネラーのイナルナと申します。現在は魔女メゾン、声優浦安店、声優ひばりが丘店、川越サロン、松戸サロンに出演しております。今日はですね、いつもとちょっと違って、まず私のお客様に登場していただきたいと思います。でその方のご紹介で今日のゲストさんに登場していただきます。それでは皆さんお楽しみに。はい、それでは今日は私の、いつも鑑定に来てくださってるお客様に来ていただきました。ちょっと自己紹介と、はい、今日の趣旨みたいなものを説明していただければなと思います。はいはい、お願いします。はい、よろしくお願いします。作詞家の松本一樹のマネージャーをしておりました菅野と申します。よろしくお願いします。はい、はい、今年の2月にですね、一樹さんの最後の作詞した曲がリリースされたんですけれども、本当は去年の2月にリリースされる予定だったんですよ。で、まあ、ご本人が一昨年に亡くなってしまいまして、まあ、それでリリースがすごく遅れてたんですね。で、まあ、それでどうしたものかって、これは出せるのだろうかということで、ちょっとご本人の声聞きたいななんて思って、ちょっとイナルナさんのところに、はい、相談しに行ったわけです。はい、はい、そうなんです。なので一樹先生ですね、はいはい、のお声を、届けるという、はい、まあ、鑑定というかことをさせていただいてたんですけれども、うん、はい、一樹先生なんかね、うん、まあ、私はもちろん存じ上げてなかったですけれども、はい、まあ、すごくいつもこう、まあ、私が一樹先生の声をお届けするときはすごくなんか楽しそうなんですね。そうですね。元気に言ってたあれですけれども、そうですよね、積極的に出てきてくださって、はい、こうした方がいいよとか、うんうん、ああだったこうだったってい う, こう、ね、うん、昔話もたくさんしてくれたんですよね。はいはい、なんかありましたか、面白いエピソードみたいな、うん、面白っておかしいかもしれないですけど、一番最初に本当に驚いたのは、うん、まあ、そのゆるめるもとね、津久井みなみさんの作品がリリースされない、うん、さあどうしようっていう時に一樹さんに聞いてみたくなったんですよね。うん、で、一樹さんどうですかっていうことでイナルナさんに聞いたんですけれども、うんうん、全然違うこと答えが返ってきまして、本当にその質問の答えになってないんですよ。いきなり僕のことケチだと思ってましたよねって言われたんですよね。なんかね、楽しい方でしたね。それすごくびっくりしちゃって、うん、あ、はい、そうですって思ってたっていうね、思ってましたみたいな、ね、そんな話をして、そうですよね。まあ、一応いろいろ答えてはその後くれましたね。そうです、はい、その後答えてくれたんですけれども、うん、まあ、一発目はびっくりしましたね、本当に。そんなことをイナルナさんが知らないわけなのに、うん、なぜ知ってるのみたいな。そうなんです、本当に、うん、で何度か、ね、うん、ずっと鑑定にも来ていただいて、うん、何度か一樹先生のお声を伝えさせていただいて、うん、はい、で、まあ、今日はその、ね、はい、曲が出るということで、はい、それで2月にリリースされて、その、はい、まあ、今日のゲストはそのゆるめるもさんのプロデューサーの竹さん、うん、に来ていただくことになりました。うん、はい、はい、竹さんを、ご紹介いただいた、はい、という、はい、ことでございます。はい、というわけで、今からその竹さんと、まあ、に、まあ、登場いただこうと思います。うん、はいはい、ではでは、ではでは、さよなら、さよなら。はい、では今日のゲストの方になります。じゃあ自己紹介をまずお願いいたします。あ、竹太一と申します。はい、なんかアイドルのプロデューサーをしたり音楽のプロデューサーをしたり、うん、まあ、なんか音楽で人の居場所を作るみたいなことを、やっております。はい、はい、音楽プロデューサーさん。そうですね、音楽プロデューサー、アイドルプロデューサー、うんうん、で、
まあ、なんかそんなそういった会社イベントをやったりとかそういった会社をやっていて、うんうんうん、はい、という感じです。何かそうさっき、ね、はい、あのおっしゃっていた新しいその CD が出るっていうグループのことをちょっと聞かせていただければ嬉しい。その僕がやっている担当しているグループの中にゆるめるもというグループがありまして、うん、まあ、菅野さんと、松本先生とあのこうお知り合いさせていただいたきっかけとなったんですけども、まあ、そのグループで の楽曲が松本先生との一緒にやった楽曲が2月に、うん、リリースされましたという感じです、はい、じゃあ流れているのでしょうか。はい、これがそうですね、はい、流れているのでしょうか。この曲でございます。皆さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、では今日はまあ、ちょっと、ね、あの聞いていらっしゃったかわからないですけれども、はい、私、まあ、占いはい、というかスピリチュアル、はい、鑑定というのを今日はさせていただきたいんですけれども、はいはいはい、占いとかスピリチュアル鑑定みたいなのはあまり行ったことがなくて、うんうんうん、めちゃくちゃ楽しみ、あ、楽しみにしてくれて、はいはい、あ、よかったです。男子ってあんまり行かないじゃないですか、うんうん、あ、でも結構来て、じゃ女性はよく行くイメージなんですけど、うんうん、もちろん、はい、もちろん女性は多いですけど男性も結構来てはいらっしゃいますよ。本当ですか、うんうん、僕が、うんうん、多分全く占いとかに行ったことがないんですよ。なんかあるとすれば何その辺のなん座ってる人に声かけられたとかそんなんですか。それもないですね。あ、記憶を今掘り返してるんですけど呼び起こしてるんですけど多分全くないですね。そうなんですね、はい、そしたら、まあ、今回、まあ、占いといっても私はこうチャネリングっていうものをするんですけれども、はいはいはい、うん、希望の方を召喚していただくみたいなイメージですか。ごめんなさい、全然違ってた。そうですね、あの基本的には私はスピリットガイドって呼んでるんですけれど、はいはい、まあ、日本語で言うとこの守護霊さんですね、はい、そちらの方僕の守護霊を見ていただいてってこと、うんうん、なるほど、その方からのメッセージを、まあ、通訳するって感じです私が。へえ、うん、そう、すごい、興味がすごいんですけど、そう、だから、先ほど、ね、お話にあったみたいにこう亡くなった方であったりとか、はいはい、もちろんそのなんていうのかな、じゃあ天使さんはどうかとかね、はい、あのなんか神様はどうかっていうのは、はい、可能では実はあるんですけれども、はいはい、やっぱりその自分のこう悩みだったりとかっていうのは、はいはい、やはり一番身近にいらっしゃる守護霊さん、そうそう、高次元の存在がやっぱり適しているって言ったらちょっと言い方語弊があるかもしれませんけれども、ど、うん、一番分かってもらえるんですよね。イナルナさんは、うん、そのご自分のそういった能力、うん、パワーは、うんうん、いつ頃こう気づかれたんですか。これがね、まあ、約12年ぐらい前、突然、うん、そうそうそう、突然変異系なんですよ。すごい、バッコン系なんですよ。そうだから小さい時からそういう能力があったんじゃないですかっていうのがある、はい、ね、よくあるお話かもしれないんですけど、はいはい、まあ、全くなくてですね、2パターンいるんですか。その生まれつき持っている方と突然変異系と、そうそうそう、突然のパターンと。なのでちっちゃい時は、まあ、例えばおまじないぐらいですよね、可愛い感じでね、はいはいはい、おまじないとか、なんか妖精さんの本とか、はい、なんか占いとか、はい、占いって言ってもそんなしっかりしたものじゃなくて、雑誌のね、はいはいはい、あの最後のページについてる何々座の今月はみたいな、はいはいはい、それぐらいだったし、神社とかお寺とか、まあ、興味はほぼなく、うん、全くなく、まあ、初詣に連れて行かれて人多いからぐったりみたいな感じ、はい、でした、うん、なので、まあ、急にもうバカってなって、最初は大変でしたよ、コントロールできないから。そうですよね、うん、あのなんか
ね、体免疫みたいないから、そうそうそう、免疫がないから急に急にパカッて開いちゃって、だからコントロールする訓練ですよねにちょっともう数年要してしまいましたけれども、最初はそういうの全くなかった人が、うんうん、バーンってこれは一体何が見えてるんだろうってなった時に、そうそう、うん、どうやって気づいていくんですか、これはきっとな、最初はね本当にあこれはもう神様だみたいに思っちゃうわけなんですよ、はい、その後来るのがこれは病気だって思うわけなんですよ、うん、もう冷静な人はね、はい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 、そのままそんな神様だわーなんてなってたら危ないと、これは病気に違いないってこう冷静になるんですけど、はいはい、病院に行こうがお薬を飲もうが変わらないんです。あ、行ってみたんですか。行ってみました、行ってみました、ちゃんとね危ないから、はい、やっぱりでも なんていうんですかね、もう収まりはなく普通に会話ができる状態にこうどんどんなって、はいはい、行くからそれは身の回りの方とか病院ではない身の回りの方には相談したんですか、うん、なんかいやできなかった、できなかった、急にしたらそうそうそう結局病院ですよそうですよね、結局病院に連れて行かれるだけなので、そうそうそう、よくその、うん、こうそれでこう多感な時期とかにこう抱えきれなくなってこうパーなんか潰れなかったですね、いやいやいや本当にやばかったですよ、やばかったやばかった、うん、あもうダメだみたいな感じ で、ね、なったんですけど、で一旦なんかその頭に聞こえてた声とかもふって一回消えたんですよ、はいはいはい、あまりに私が拒絶反応を示したせいで、スッて一瞬なくなったんですけど、しばらくしたらまたやっぱり戻ってきて、はい、でこれはちょっとっていうことでちょっと霊能力系の、はいはいはい、まああのそっちにちょっと相談、ああなるほど、うんうん、そっちだなって気づくわけですね、はい、まあ、最初はそう思ってたんですけれど、本とか調べたりとか、うん、本とか、うん、あとはまあその実際に会いに行って、はい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 、まあ、そういう世界があるんだなっていうのが、なるほど、うん、そうなんですよ、だから結構大変です、ね、ですよね、うん、まあ、あんまりなんだろう、途中からの人って大変な人も多いかもしれない、はいはい、でもスッと行く人もねいるとは思うんですけど、うん、うん、そうそうそう、そんなんでした、なのでちょっとねちっちゃい時からではない、はい、すごい、そうなんですよね、こう、うん、わーっていうのはこういろんな人のいろんなところにある声がバーって飛び込んでくるんですか、いや、うんうん、あのね、聞こうと思ったところと会話ができるってことですか、誰かの声がずっと聞こえ始めたんでしょ最初は、はいはいはい、だからたくさんの声が聞こえ始めたのはその後になるんですね、なるほど、最初は一つの声が聞こえ始めて、はいはい、でもそれより前はなんていうのかな、その体が勝手になんていうの動く、はいはいはい、あの瞬きがパチパチ、うんうんうん、自分じゃない動きをしたりとか体がギュッて持ってかれたりとかするんですよ、それはそのいろんな方が入ってるんですか、入ってる可能性もちょっと今ではねどっちだったかよくわかんないんですけど、はい、あの霊的なエネルギーと自分のエネルギーが要するにこう感応するんですよ、感応現象っていうか、はい、だからその私に何か伝えたいエネルギーを私は、はいはい、なんていうのかな、こう体が動くっていうことで受け取って、なるほどなるほど、ある人は映像で受け取るし、ある人は声で受け取るし、はいはいはい、っていうことで、その時私はまだその声が開いてなかったので、はい、その見える能力も開いてなかったので、はい、体が動く方で出ちゃったんですよ、なるほど、うん、なんか一人なんて言うんだろう、パントマイムじゃないけどなんか、あ、これ何みたい なんか、そうそう、うん、そう、なんかイエスだったらこっちねみたいに言うとちゃんとそっちにイエスみたいになるから、なるほど、本当に危ないし本当に怖い人だから、へ危ない人になってたと思います、すごい、うん、でその後にパカッと開いて声がバーって降りてきて、はいはい、その開いたんですね、はい、でその後に訓練しに行ってちゃんと霊能力者の方のところに訓練しに行って、うん、今度は目
を開いて、まあ、見えるようになった。最初はちょっとアシスタント的なことをやってたってことですか、霊能力者。アシスタントというかね、なんかね、霊能力者さんはね、そういう講座とかやってるんですよ。あ、なるほど、うん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 、だからそういう講座に行って訓練、はい、いろいろあるんですよ。なんか、なるほど、うん、なんかね、いろいろやりましたね。今はその能力をこうやって、うん、世のため人のために使ってらっしゃるじゃないですか。そのこうなんで私にはこういう力があって、うん、これをじゃあ使命感に変わる時みたいな、なんかこう世の中のために何かできるんじゃないかみたいな感じになっていったんですか。うんうんうん、そうですね、あのコントロールがまあ、可能になった時に、はいはい、じゃあこのいただいた能力って思ったわけですよ。この能力は私はいただいたって思っているので、はいはい、神様が私にくださった、これは何の目的でくださったんだろうって考えた時に、はいはい、これは自分の私利私欲のためではなくて、はい、何かその導きが必要、メッセージが必要な人のために自分をまあ使っていく。すごい。いや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 、っていう風にね、 なっていって、こんな感じでございます。それは多分、うん、人によっては、うん、いやそんな人のために使わないで、うんうん、こんな力を、まあ、自分のために使おうみたいな人もいるかもしれないじゃないですか。いるんですか、そういう人は。いるのかな。まあでもみんなどうだろう。でも自分のためだけに使ってらっしゃる方もいると思うんですけど、お仕事とかにせずにとか、せずに、うんうんうん、だから講習会みたいなところ出てもプロとして活動をそこからされてる方と、やっぱり自分の、まあ、別に私利私欲ってわけではないんですけど、はい、やっぱりその誰かのためとかお金もらってまでっていうのはできないっていうタイプの方もいらっしゃる、はい、いますのでね、そういう方は自分のためとか家族のためとか、はい、お知り合いの、ね、なんか口コミだけでやってらっしゃるかもしれない。なるほど。なんかあんまりすごく新鮮なお話を聞かせていただき、うんうん、ありがとうございます。なんか僕がこんなにこう、うんうん、食いついていろいろお伺いしてしまったのは、うんうん、なんか全くそのジャンルが違うんですけど、うんうん、僕も本当に何年か前に、うん、なんか自分の思い描くような、うんうん、音楽とメッセージで人を救えるっていうのをもう実感してしまって、でもうこれこう周り見渡しても同じようなやり方でやってる人どこにもいないし、あ、これはこれもう自分がやるしかないんだと思って、ひたすらその自分が思い浮かぶメッセージのやり方、うん、音楽の作り方で、うんうん、ひたすら人を救うみたいなことをここ10年ぐらいやってきてるんですよ。なるほど。だからそれもだから前はそんなこと僕そんなこと思ったことなかったんですけど、まあきっかけは東日本大震災で、うんうん、あ、なんかこれこう普通に生きてるよりなんか社会のため何かできるんじゃないかみたいなことが始まって、今はもう完全にそっちにスイッチが入って、もうこれが自分の使命でありライフワークでありっていうふうに思ってるからやってて、多分その全然本当におこがましいんですけど違うものなんでしょうけど、多分稲村さんはそうやって突然持った力で人のために何かしようって思ってらっしゃって、そう今生きてらっしゃるのかなと勝手に想像してしまったんです。でも多分同じですよ、うん、その、うん、ですよね、特にね音楽とかやってらっしゃる方って、はいはい、絶対もうあこれ降りてるなって思っちゃうもん。そう、そうなんです、なんか、うん、繋がってるんだろうなって、あの本当に見えないところと、おっしゃる通りで、うん、やっぱ自分のその、まあ、本当に自分が無意識化の無意識、どこに、うんうん、どこにこうアクセスしてるのか分かんないんですけど、うん、何かとアクセスできた瞬間って、うん、自分が自分じゃないもののような一瞬と借り物で、うんうんうん、みたいな気持ちになって、ね、ちょっとだから、うんうん、その瞬間って自分を失う、ちょっと怖いんですよ。だから本当に、うんうん、自我を失って、うんうん、なんか正気も失うみたいな感じになって、うんうんうん、覚えてないぐらいな、だからもはや多分フルトランスのチャネリングに近づいていますね。で、うんうんうん、なんでこんな
こんな音楽とかこんなメッセージを思いついたんだろうって、もう全然覚えてない。でもその瞬間は明らかに、うんうんうん、うわーっと体と脳が熱くなってみたいな瞬間がすごいよくあって、うん、だから多分そういう感覚なのかなって思いました。そうですよね、うん、じゃあちょっとガイドさんに聞いてみましょうか。いやいや、私も本当にガイドさんはちょっとこうなんていうのかな、の乗り移ったみたいな感じになるので、はい、今は今ガイドさんどこにいるんですか。今ガイドさん多分次元が違うから、多分近くには来てくださってるって感じですね。今は、うん、今お話ししてる稲沼さんは、うんうん、誰も入ってないそのままのあなた。そうそう、私です。はい、うんうんうん、でチャネリングをすると、私は基本ここだけ貸します。こんにちはって言ってます、男の人が。もう、あーなるほど、うん、口言葉を発する喉だ ね、 そう、うん、もう変わったよって言ってます。なるほどなるほど、これはあの彼女じゃない僕だよって。あの君にとって天気が訪れた日だね、はい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 、その日っていうのはあの僕たちにとってもすごく、まあなんていうのかな、感慨深いというか、はいはいはい、大切な日なんだって、うん、はいはい、でつながる人っていうのは、はい、実はもう決まってるんだ、生まれる前からねって。だから、はいはい、さっきあの小さい頃から霊能力がある人と、はいはいはい、あの生きている途中で霊能力が目覚める人、はいはいはい、2種類あるって言っていたけれども、はい、まあその霊能力が後発的にこう、はいはい、目覚める、チャネリングの能力が目覚める人っていうのは、はいはい、生まれる前からもう実は約束していて、だいたい何歳ぐらいでその能力が、まあ、目覚めるっていうのが決まっていて、はい、まあ、いわば僕たちからすると、ああようやく時が来たなっていう状態なんだよね、はいはいはい、でそこからが、まあ、本番というか、はいはい、人生の本番というか、なるほど、僕たちと約束してきた日が、まあ、やってくるわけだね。だからそれまでは、なんでそれまでじゃ目覚めないかって言ったら、はい、それまでは好きにさせてくれっていう約束だった、はいはいはい、自分の好きな人生を生きたい、はいはいはい、だけど僕にはやることがある、まあ、彼女もそうだね、はい、その使命というものがある、それはじゃあその後にしようとはい、はい、いう約束をするんだ。だから君たちのような人は大概前半は自分のやりたいことはやりたいから、はいはい、多分結構好きなことをやってたと思う、はい、その目覚めるまでは、はいはいはい、うん、あれもやりたい、これもやりたい、はいはい、あれもやりたい、これもやりたい、はい、でそれが目覚めた後は、はい、結構あの絞られたはず、あー、なるほど、うん、やることっていうのがぐっとね、はいはい、でこれからも多分、まあ、そんなに大きく方向転換っていうのはなくて、はいはい、うん、その目覚めた使命の道を進むことになると思うよって言ってくれて、なるほどなるほど、その、うん、男の人、ここをいつも借りて話す男の人っていうのは、うんうんうん、ま、毎回同じ人なんですか。うん、違うね、毎回違う、違うよ、君にはたくさんのスピリットガイドがついている、今日は僕が出てきたよって言ってます。じゃあ稲沼さんは意識でここを貸してるときは、うんうん、あ、なんかこの人初めましてだなみたいな感じなんですか、それとなんかこう現れてきた人が、うん、この人は誰だって認識してるんですか。このまあ私喋、まあ、僕が喋るって言ってるんで、あのガイドさんが喋るらしいんで、はいはい、このタイプ、うん、そう、うん、そうそう、このタイプの方っていうのは自分の意識はここにある、はい、抜けてはいない、はいはい、で僕はここの部分を今借りている状態、はいはいはい、だね。でも彼女は僕が何を言うかは知らない、ここしか借りてないから、なるほど、うん、だから彼女も聞いているんだね、うん、僕が何を言い出すか、はいはいはい、だけれども霊感というものがあるから、はいはい、僕が例えば変なことを言おうとか、はいはいはい、すごいひどいことを言おうとするのは霊感で彼女は察知するから、なるほどなるほど、そうなると一気に喉をグッと押さえて喋れなくするタイプの人だね、この子はね。なるほどです。なんか気が乗らないとグッと抑えられちゃうね。今はだから僕は自由に喋らせてもらえてる。なるほど。この僕さんは、うん、いろんな方がいらっしゃるじゃないですか、うん、でも
誰がって関係ないんですかね。なんかそうだね、うん、スピリットガイドっていうのは、はい、いわゆる次元が高い存在、はい、だから別次元、そう、うん、個性っていうものももちろん存在はするんだけれども、おーおーおー、なんて言ったらいいのかな、じゃあ誰の言うことだったら君は聞くんだいっていう話になるじゃないか、はいはい、僕の言うことが、信用できない、はい、じゃあ誰だったら、神様だったら天使だったら言うことを聞くのかいっていう話になるよね、はいはい、だから結局のところ、その君たちを信じさせるための名前や地位や名誉に過ぎないんだよ、なるほどなるほど、僕が何かを言ったとしても ね、 なるほどね、だから僕は独断名乗ることもしなければ、うんうんうん、どこの誰々でどんだけ偉いんだみたいなことも言いたくはない、なるほどなるほど、うん、ああ帰ってきました、はい、はい、うん、なんか いろいろ、うん、こうその高次元の方とお話、うんうんうん、初めましてなの で、 初めましてです、ね、お話、ね、できるの初めてでなんか 僕本当に全然まだ知識は乏しいんですけど、うんうんうん、やっぱりその霊あのなんか、幽霊をテーマにした映画を今作ってて、うん、そうなんですか、あの、はい、なんかそれすごいいろいろ調べて、うんうん、人類が幽霊をテーマにした映画を、うん、人類の想像力も想像してるのもあると思うんですよ多分、うん、幽霊から呼ばれて作った人たちもいるだろうなと思って、ちょっとそのどういった世界が存在するのかっていうのはすごい興味があって、幽霊じゃないんでしょうけど、幽霊じゃないんでしょうけど、だから今お話してる、うん、あのあなた様もガイドさんですね、ガイドさんは、うんうんうん、ガイドさんはあれはごめんなさい稚拙な質問かもですけど、うんうん、かつてはこっち側の世界にいらっしゃった人、もちろん、なるほど、うん、あガイドは生きた人間だった、なるほど、そこからつまりは、うん、卒業したわけだ、なるほどなるほど、卒業した僕たちは、うん、まだ未熟な君たちのサポート役に回っている、はい、なるほどなるほどっていうことだね、なるほどなるほど、まあ、こっちの僕ら側の世界の言葉で言うと、うん、亡くなられた方みたいな感じ、そうではない、亡くなっただけだと、まあ、先祖みたいなものになるよね、はいはい、うん、亡くなっただけだけれども僕たちはもっと輪廻転生をこう何度も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 重ねた上で卒業したんだよ、そういうことか、そうだからなるほどです、ただ死んだだけじゃない、なるほどなるほど、あ、お、お、うん、そこが違うんだね、あでも、うん、非常に分かりやすい説明で理解できましたありがとうございます、うんうんうん、なるほど、光栄です、ちなみにすごい、はいはい、そっち側の世界には音楽って存在はあるんですか、うん、ある、もちろんある、あ、うん、あのね、こちら側にあるものがそちらに行ってるんだよ、すべて、おーおー、うん、おーおー、あの世というものがゼロというか、なるほど、ね、出発点なんだよ、はい、だから君たちはあの世から今ここに行ってきますって言ってきてるんだよ、はいはいはい、で、亡くなるというのはそこからただいま、お疲れ様って言って帰っていくんだよ、帰っていくんですね、なるほど、だから全てはあの世にある、あっちがね、そう、あっちでは、あっち側では、うん、音楽はどういう感じで かかり続けてるんですか、かかり続けてはいないけれども演奏し続けてる変わった人もいるよ、なるほどなるほど、ずっとね、はいはいはい、自分の音楽をやり続けてる人もいれば、いろんな人と音楽をやり続けてる人もいる、なるほど、うん、よく言う、うん、天国地獄ってあるじゃないですか、なんかそのあっち側は、うん、どっちでもない、天国と地獄というのはバイブレーションの違いだよ、おね、高い波動のバイブレーションが、なるほど、いわゆる天国だとすれば、はい、まあ、低い波動のバイブレーションがいわゆる地獄だとしよう、でも高い低いにいい悪いは僕たちはないと思っていて、はいはい、例えばだよ、まあ、すごく、まあ、そうだね、彼女の言葉で言うと、まあ、
柄が悪い人、うん、柄が悪い人ね柄が悪い人、おいみたいな感じの人がだよ、天使がいっぱいいるところに連れて行かれたら、はい、それは天国かい、なるほどなるほど、地獄かい、居心地悪い、居心地悪いだろ、うんうんうん、バイブレーションが合わないんだよ、なるほどなるほど、じゃあおーいっていう人は多分おーいっていう人たちと一緒にいた方が天国なんだ、なるほどなるほど、おー、だけれどもすごくウフフフっていう天使と一緒に、天使みたいな人はそういうところにいると地獄に、なるほどなるほど、だからバイブレーションの違いなんだよ、なるほど、じゃあバイブレーション合うところに、合うところに自然に行くだけだから、自分のバイブレーションが合わないところに行けばそれは地獄になるから、普通はあの世っていうのは自分のと同じバイブレーションのところに大体行く、なるほど、うん、あ、そうなんだ、じゃあ、うんうんうん、なんかそのおえいって人たちが集うあたりって治安が良くなかったりするんですかまあでも寄らなければいいわけだよ、なるほど、はい、群れなければいいわけだよ、でも人間って悲しいかな、一人は寂しい、お、向こう行っても向こう行っても寂しいって思う人はいるね、じゃあ、あなた様も向こうには気が合う人とか友達とかいるんですか、うんうん、もちろん僕たちにも、まあ、仲間だったりとか、はい、気の合う人とかはいるし、はい、気の合わない人とは距離を取るよ、なるほどなるほどね、うんうん、それはね、うん、変わりはないんだけれども、でも僕たちは、うん、もうほぼほぼ輪廻転生も何回も繰り返して、はいはい、いろんな人とコミュニケーションが取れるわけだから、はいはい、うん、あ、まあ無理だみたいなことにはならないんだけれども、まあ君たちに分かりやすく言うのであれば、はい、お茶飲みたくなったら、はい、気の合う人を呼ぶよ、なるほどなるほどね、お茶飲むんですねお茶飲むよって、おー、なるほど、そうか、うん、じゃあ多分、うん、その気の合う仲間とかでコミュニティとかがあるから、うんうん、鳴る音楽も、うん、多分ちょっと感じが違うんでしょうね、その天使っぽい人たちがいるところで鳴る音楽 と、うんうん、ちょっとうおいみたいな人たちがいる場所で音楽鳴る音楽がちょっと激しかったりとか、そういうのはあるかもしれないですね、そうだね、うん、まあバイブレーションの違いが音楽の違いだから、はい、音楽もやっぱりクラシックがあったりとか、はいはい、いろんなロックがあったり、はい、ジャズがあったりとかするから、それぞれにそれぞれのバイブレーションがあって、それぞれにそれぞれのなんていうのかな、まあ、居場所があるみたいな感じだよね、はいはいはい、でもやっぱり異種交流っていうのも楽しいものだから、うん、はいはい、たまには違うバイブレーション同士がぶつかってみるなんてこともあるし、なるほど、だからあの世は楽しいよ、楽しそう、楽しそう、楽しそうだろ、ね、なんかなんかで、うん、見れないんですかあの世が見たい、なんかこうあの皆様のなんか力で、うん、わかんないです、うん、脳内に投影してくれるとかでもいいですし、うん、なんかそのわかんないですけどできるんだけど、まあそうでも受け取る力がないからね、なるほど、僕たちがいくら言葉を送って映像を送っても、はい、君が受け取れなきゃいけなくて、そうだからこの子は受け取るのに時間かかったって言ったよ、でも分かった、うん、この稲村さんの体に入ってらっしゃる、うん、こうやってる時に、うんうん、絵で描いてもらったりすればいいんですよね、あの世ってこんな感じだよみたいな、あ、もちろん描けないことはないと思う、まあそれをこう僕らはどう理解できるかですけどね、ただまあこの人のなんていうのかな、フィルターを通ってしまうんだよ、なるほど、そうかそうかそうか、だから、うん、僕は今 100% 全力で自分の言葉で喋っているけれども、はいはいはい、彼女はあくまでも通訳になってしまうから、はいはいはい、彼女のなんていうのかな、フィルターを通るから、僕の伝えたいこととかっていうものが 100% 本当に君に伝わるかは分からない、そう、そういうことか、選ぶ言葉も違うよ ね、 そうそうね、でこっちで見てる常識で考えちゃうから、そう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 、そう多少ね受け取れない、なるほど、ちなみにその、うん、向こう側って空間っていうのはあるんですか、うん、空間あるってことは、うん、でその向こうの人々は、うんうん、そのこうこう例えば向こう側で、うん、私とあなたが、うん、こうもう意識同士みたいな感じで、うん、その物理的に場所を取るとか触れ合うとかそういうのはあるんですか、だから今、人間界でできるような例えば握手をするとか、はい、そういうことができるかどうかということかな、触れ合う、はい、それは可能だ、可能な、可能、なるほど、
となると、うん、昔ね、うん、あの手塚治虫さんっていう方が書いた漫画で、うん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 、あのぜひ読んでほしいなと、うんうん、日本発狂っていう漫画があって、うんうん、なんかそれはすごくその霊界をユーモアに描いてるんですけど、うん、要は人って、うん、まあ、あの今50億人ぐらい地球上にいて、うんうんうん、亡くなってあっち側に行く方って、うん、もう本当にもう 何兆人とかじゃないですか、うん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 、であの世はそれでもう本当スペースがいっぱいいっぱいみたいな、だからそういうもう単純にスペースがないみたいな、はい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 、で、あ、でもそうだよなと思って、うん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 、向こう側行かれる方って、まあ、まあこっちで輪廻し続けてくれてる方も50億人ぐらいいるかもしれないですけど、うんうんうん、で向こうがどん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 一着増えていくと、その手狭でなんかこう狭苦しいとかない、狭くはならない、あ、空間が三次元的にものを考えすぎなんだよ。確かにそうだ、日本のね、例えば領土、うん、はいはい、これ三次元だよね、うん、そうですよね、うん、そんなものはない。宇宙的に考えたらもうそんなね、うん、なんかもうで、あとさっきも言ったけど次元も違うから、うかうか、バイブレーションが上がってくればその次元に行ってしまうから、ね、かだいたい分かれてるんだよね。だからこの世っていうのは異なるバイブレーションが、はい、あの接することができる場所なんだよ、はい、なるほど、さっきも言ったみたいに。でも基本あの世というのは異なるバイブレーション同士は分かれてるんだよね、はいはい、なるほど、うん、だからこの世っていうのは面白いんだよ、はい、違うバイブレーション同士が、うん、触れ合うことができるっていう。こういったイラナさんの中にどなたかが入ってらっしゃる時とかに、うん、どなたかと飲み行ったりとかしたことあるんですか？彼女は仕事でしかしない。なるほど、そうかそうか飲み行くと仕事じゃなくなるもんな。そうですよね、彼女は仕事でしか、なるほど、しない主義なんだ。あ、しない主義だ、あ、ね、あ、なるほど、そうそう、まあ、そうですよね、なんかあのいつまでもそう切り替えを作らないと、スイッチをちゃんとオンオフしているから、普通の時はいつも彼女であって、はいはい、でこう誰かがいて何かを問われた時にスイッチを入れる。あ、でも光栄です。なんかあの、うん、あちらかとお話できて本当になんかすごいすごい興味ばっかりあったので本当に、ね、話が、まあ、つきませんが、あ、まあ、多分そろそろお時間だと思うので、なんかまあ大丈夫ですか、もう最後に聞いときたいこと、言っときたいこと、あと宣伝でも言い忘れたこととかあったら。宣伝は何でしょう。宣伝では大丈夫。まあ、そのニンニンっていう曲が配信されてますよっていうのと、ニンニンはもう配信されている、はい、されてます、うんうん、で今ちょこちょこかかってるので、あの皆さんよかったらこのような機会に聞いてくださいっていうのと、そのニンニン歌ってる、うん、つくいみなみさんとゆるめるも、でゆるめるもってグループがなんか、うんうん、先日新しい体制になって、で今結構わーってやってってるので、うん、まあ、その新しいゆるめるもも、うん、ぜひ注目してほしくて、でその新しいゆるめるもでのワンマンライブが7月24日に下北沢シャングリラってところであるので、うん、まあまあ、こう興味を持っていただけたら、うん、ぜひなんか見てほしいなという感じです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますでは今日は、こんなところで、はい、終わりにしたいと思います。すいません、いっぱいいっぱいいいんですよ、いいんですよ、もういっぱい聞いてもらっ、はい、私がね、いっぱい聞いてもらっちゃった、はい、あ、全然全然、あの本当にちょっと特別な回、 こんなに聞く人います？そうそう、あんまり私がやっぱり聞かれて答えてだから、うん、すごいいっぱい今日は聞いてもらえたなっていう感じ。これは趣旨としては、うん、僕を見てもらうとかだったんですか？僕の、そうそうそう、なんだけど別にいいんです、いいんです。あ、でも見てる人はが多分楽しければ大丈夫です。なるほど、でもそれちょっと見てほしかった、うん、何を、あの、あの、何を、僕が何を、何を背負ってどんな、なんか分かんないですけど、あの、稲村さんから見た僕という、こう、まあ、守護霊含む人物がどういう、うんうんうん、そうですね、あの、まあ、今霊視っていうので見ると、はいはい、
まあ、怖がらなくて大丈夫なんですけど、はい、あ、親しねとか怖いですよ。ヘビがヘビヘビ、はい、いらっしゃるんですけど、はいはいはい、くっついてて、はい、何本あるんですかガイドさん。3本、 3本首が、こういうキングギドラみたいな、3本首の白ヘビさんが珍しいですね。普通のヘビさんじゃなくて3本首の白ヘビさんがついてて、かなり、まあ、ガイドさんがおっしゃるにはエネルギーが強いし、はいはい、かなり扱いづらいはずなんだって、はいはい、3本も首があるから、あ、みんなあちこちあちこちあちこち、はいはいはい、でもそれをなんていうのかな、まあ、束ねられる、はいはい、強力なものが実はさらにその後ろに控えていると、はい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 、で多分、まあ、もううっすら彼女はうっすら見えているけれども、はいはい、かなり、格の高い方が後ろにいるよ。あ、ありがたいですね、うん、なんか、うん、いる男か女かもわからないけど、なんかいます、蛇の後ろに誰かいる、うんうん、感謝ですね本当に、うんうん、その蛇さん、動物っていうのはみんな違うんですか。動物がねついてる人もいればついてない人もいますよ。あ、じゃあ蛇みんなに蛇がいるわけではなくて、わけじゃないし、でも白蛇っていうのはだいたい眷属神なんですよ。神様のご眷属様、眷属神、眷属、まあ、いわば部下みたいな、はいはい、神様の部下なので、はいはいはい、なんだ、動物霊がついてるっていうわけではなくて、なるほど、その蛇ちゃんの後ろに控えてる方の、まあ、部下みたいな、なるほどなるほど、ものが先に見えてきて、はいはい、みたいな、ニューって見えてきてて、はい、後ろにドーンって、あ、なるほど、っていうのが見えますね。ありがとう、うんうん、これからちょっとヘビーに、ちょっとヘビーの皆さんに感謝していこうと思います。そうですね、いつも守ってくれてありがとうっていう。そうですね、そんな感じ。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、すみません。では今日はこれで終わりに、はい、したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さて、番組もそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。私イナルナは毎週木曜日は魔女メゾン声優浦安店に、土日は月に何回か声優浦安店、声優ひばりが丘店、川越サロン、松戸サロンに出演しております。予約制になっておりますので、ホームページや X、ブログなどをぜひチェックしておいていただけると嬉しいです。セミコンシャスチャネラーイナルナと検索してみてください。それでは次回は2024年7月の第5週の水曜日、7月31日の放送となります。またぜひお聞きください。それではありがとうございました。